皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、クレームの根底にあるお客様の気持ちとはというお話をしたいと思います。クレームですね、クレームと一かけらに言うわけにもいかない内容とかも、もう本当にね、こちらが悪くって謝らなくてはいけないようなケースとかもあったりとかするんですけれども、基本的にですね、例えば製品とかサービスもそうなんですが、扱っているそのものが悪い場合のクレーム、不良品ですね。例えば鏡を頼んで配送で届いた、開けたら鏡が割れていた。鏡って物がね、映んないとダメじゃないですか。割れてる鏡とか言ってもうすでに鏡じゃないから、それはクレームっていうことで、当然新しい新品に交換がね、どうにかっていう対応をお願いするっていうのは当然のことなんですけれども、その製品に起因する部分のクレームはさることながらですね、クレームの要因はその 対応によってですね、二次被害が広がっていくっていう部分もある。人的な人為的な要因っていうのが実はすごく大きかったりするっていうのを思ってるんですよね。でクレームに対するそのお客様のね、言ってる気持ちっていうのは、自分のことをきちんと理解してほしい、モンスターペアレンツとかモンスターカスタマーとか そういうのは話は別です。そうではなくそれを伝えてるっていうことは、ある意味、その商品とかサービスのファンだったりするんですよね。なぜならば伝えるっていうことすら面倒くさいんです、本当はね。だけれども伝えてるっていうことは、もちろん良くなってほしいと思っている根底に無意識にねある場合と、本当にただ八つ当たりしたいだけの人とかいるんですけれども、構ってほしいというか、自分の気持ち思いを理解してほしいっていうのが第一優先なんですね。だからこのクレーム対応とかって間違えちゃうと、そう、炎上しちゃうんですよ。油に火に油注いちゃうことになっちゃう。油の火ってどうなんだ、それはそれで炎上か、どっちも炎上だな。それはさておき、自分の思いに共感してほしいっていうのが第一なんですよ。だから欧米と違ってすぐ訴訟になってしまうような、大きな話の部分は別なんですけど、まずはその不快な思いをさせたとか、そういう気持ちにさせてしまったことに対して共感をして、まずそんな思いをねさせてしまったことに関してまずはお詫び申し上げますっていうのをまず第一声で言えるかどうかっていうところが大きなところなのかなと思いますね。製品で、例えばそのじゃあ製品のね、その不良の度合いをね調べますみたいな、そっちよりもまずはその、例えば開けてすぐに使えることを喜びとして商品を例えば頼んだ、こんなサービスが受けられると思って頼んだのにそうじゃなかったっていうことに対しては、まずは一方お詫びをするっていうところですね。でそれは共感をしてほしいからなんですよね。そういう自分が辛い思いをしたんだっていうことを理解してほしいからクレーム言ってるケースとかが結構多かったりするので、ここね間違えちゃうとね、結構、いやお客様ちょっとそれは商品見てみてからでないと、ちょっとなんともね、上司に聞いてみないととかね、いやそこじゃなくってみたいな、そこの第一声で担当した会社の顔、ないしは教室の先生なら自分が顔になるわけですけれども、そこで第一声ね、その気持ちに寄り添えるかっていうのが結構大きいなっていうふうに思っているんですね。だから当然クレームからは当たり前ですけど逃げないっていうことが大事になるし、真摯に受け止めて、であとクレームも1分1秒争うような最重要案件になりますね。時間が経つとですね、増幅度合いが正比例じゃないんですよ。怒りの増幅度合いって反比例というか、もうこういう放物曲線を描くように怒りって上がっていくんですね。放置する時間が長ければ長ければ2倍4倍10倍10何倍って上がっていくので、分刻みでどれぐらいの速度で処理できるか、第一声を言えるかっていうのがスピード重視になるので、
他のものすごい重要案件以外は全部手を止めてでもクレームを第一優先で対処するっていうのがカスタマーサービスの基本だったりします。なのでまあそのクレームが、お客さんがそう言ってるからまずはどうしようっていうすごく考えて遅くなってましたみたいな話が後で分かっても意味ないんですよ。その悶々とした嫌な気持ちで過ごす時間をどれだけ減らせるかっていうことが心を砕くっていうので一番大事なことになります。私インテリアコーディネーターやってた時に、お客様と一番近しいところだったりするんですけど、生活にやっぱり直結するので、怒りがね増幅しやすいエリアなんですよ。特にリフォームなんかすると、だから例えばあってはならないんだけどあるかもしれないことで、リフォーム終わってなんかねちょっと水漏れがある感じとかってね言って朝まで不安な気持ちで過ごさなくてはいけないということで、当然朝にならないと職人さんにも連絡つかないのでね。なので例えば1時とかすごい変な時間に私携帯とか受けたことがあって、もうこんなことになってますとか言ってわーっと困ってウェーと言われるんですけど、いやそれは受けてましたね。責任の問題として、会社の人間として。だから真摯に迎えるかっていう部分と、だから携帯は手放せなかったですね、どこにいても。そういう意味では住宅系、特にリフォーム系っていうのは、誰かねクレーム産業だっていうふうに言ってたけど、それはそれで理解できるなっていうふうに思うんですが、だからクレームの根底にあるお客様の気持ちっていうのは分かってほしい、共感してほしい、まずそこ、そして対応はその次ですね。物理的な対応は、それが分かってないと順番逆になっちゃうので、ここ要注意かなっていうふうに思ってます。ご参考までに。それでは。